ペルビクチルとは骨盤周囲の前走筋、深層筋のアンバランスを解消し、骨盤の歪み、下肢の歪みを改善するエクササイズです。骨格の歪みや筋バランスの異常による腰痛、股関節痛、膝痛におすすめのエクササイズです。恥骨をおへその方向に引き上げるように骨盤を後ろに倒します。この動作を6レップ、6回ですね、繰り返したら膝を半分伸ばして、また6レップやったら最後に足を伸ばして6レップと。膝を伸ばした時には、若干膝が浮いてしまっても構いません。手を頭の後ろに組むのは胸が丸まらないようにするためです。足の幅と、膝の幅は腰幅にします。やってる最中にですね、膝が閉じてしまわないように気をつけてください。ここまでの手順を2セットから3セットほど繰り返します。膝が痛い方であれば、ペルビクチルトの前後にですね、スクワット動作をしてみて変化を見る。腰が痛い人であれば前後屈をして、良性の変化が出ているかどうかを確認してみてください。